攻守における可変システムのメリットとデメリット。はじめに、現代サッカーにおいて可変システムがチームの戦術として非常に重要視されています。攻撃時と守備時で異なるフォーメーションを採用し、試合の状況に応じてシステムを変化させるこの戦術は、様々なチームで活用されています。可変システムにおける攻守の切り替えのメリットとデメリットについて、詳しく解説します。1可変システムの基本、サッカーでは伝統的に攻撃と守備は同じフォーメーションで行われていました。しかし、現在のサッカーでは、試合状況に応じてフォーメーションを変化させる可変システムが一般的になっています。攻撃時にはより多くの選手を前線に送り込み、守備時には迅速に守備体制に戻るという戦術が可変システムの要です。2可変システムのメリット。 1.1 攻撃力の強化。可変システムの最大のメリットは、攻撃時に人数を増やし、より多くの選手が攻撃に関与できることです。例えば、攻撃時にサイドバックが高い位置を取り、中央に選手を集めることで、相手のディフェンスラインを崩すことが可能になります。このようにして、相手ゴールに迫る攻撃力が大幅に向上します。1.2 フレキシビリティの向上。フォーメーションを試合中に変化させることで、状況に応じてフレキシブルな対応が可能となります。例えば、相手がカウンターアタックを狙ってきた場合、素早く守備フォーメーションに戻ることで、相手の攻撃を封じることができます。3可変システムのデメリット。1.1 守備に戻る際の脆弱性。可変システムのデメリットとしては、攻撃時に選手が前線に出ている間に、守備体制への切り替えが遅れるリスクがあります。例えば、サイドバックが攻撃に参加している間に、相手にカウンターを仕掛けられると、守備が手薄になり、相手にゴールを許す危険性があります。1.2 フォーメーションの戻りに時間がかかる。特に試合の終盤、選手が疲れていると、攻守の切り替えが遅くなる傾向があります。守備に戻るのに時間がかかると、相手に空いたスペースを使われてしまい、失点につながる可能性が高まります。4結論。可変システムは、攻撃と守備のバランスを取るために、非常に有効ですが、適切なタイミングで、フォーメーションを切り替えられるかが鍵となります。攻撃のメリットを活かしながらも、守備においては迅速な対応が求められるため、チーム全体の協調性とフットボール IQ が試される戦術です。